キャデラックエスカレード、キャデラックエスカレード、キャデラックエスコレードはアメリカのゼネラルモーターズ、GM が同社の高級車部門にあたるキャデラックブランドで製造、販売しているフルサイズ高スポーツユーティリティビークル、SUV。初代よりラダーフレームを採用している。当初、エスカレードは1997年にフォードが発売した。 リンカーンナビゲーターが成功したことを受けて、GM が高級 SUV 市場に意義を見出し、その対抗車種として企画された。日本においては、2代目 GMT800 より、GM の現地法人である GM アジアパシフィックジャパン、現、ゼネラルモーターズジャパンが輸入を行っているが、エスカレードは、ハマーやスタークラフト同様、三井物産オートモーティブにより輸入。 販売が行われていた。しかし、GM の日本における戦略変更に伴い、三井物産での GM 社正規輸入権が2011年11月1日付で、GM ジャパンに譲渡され、三井での GM 社輸入販売は終了、引き続き GM ジャパンで販売されることになった。日本への正規輸入開始時はベースグレードのみであったが、GM ジャパン取扱開始時に最上級グレード、 プラチナムを追加した。なお、ESV、ロングボディ、エクスト、ピックアップトラック、ハイブリッドは、正規輸入されていない。初代エスカレードを、GMT400 は、1999年、モデルイヤーに登場した。1998年から発売が開始された、GMCU コンでなり、GMCU コンの豪華版をベースに、高級 SUV に仕立てたモルで、 外観の大半が、コンデナリと共通である。エンジンは 5.7L の V があって8気筒、トランスミッションは 4AT で、フルタイム 4WD 方式を採用している。U コンデナリ及びエスカレードは1997年に、フォードが発売した、リンカーンナビゲーターが成功したことを受けて、GM が高級 SUV 市場に意義を見出し、その対抗車種として企画された経緯がある。 既存車種であるユーコンをベースにしたため企画からわずか10ヶ月で販売にこぎつけた。しかし発売されたモデルは高級感を歌ってはいたが、あまりにもベース車両の面影を引きずっており、フェイスが違うだけで値段の跳ね上がったユーコン、あるいはタホとまで揶揄された。そのために販売が振るわず、発売からわずか1年余りで販売を終了した。二代目エスカレード GMT800 は、 2002年に販売が開始された。エンジンは 5.3L もしくは 6.0L の V 型。8気筒。用意されるトランスミッションは 4AT で、フルタイム 4WD 方式を採用する。このモデルから、ロングボディの ESV 及びピックアップの X トがラインナップに追加されている。ベース車両はそれぞれシボレーサバーバン、g m c 有効に x l スポーツユーティリティトラックのシボレーアバランチである。全モデルの反省から各所の大幅な見直しが行われた。本モデルもシボレータホ、GMCU コンをベースとしているが、フロント周りトリアエンドをアートサイエンスに則っ,ったデインとし、エンジンは専用設計、内装にはソーレザーを採用し、さらには高級ブランドのブルガリとタイアップしたアナログ時計を装着したことにより、 ベース車両の面影を払拭して、キャデラックの名にふさわしい高級感を得た。2004年、ESV にプラチナムエディションを導入。全席シートヒータークーラー、保温保冷カップホルダーが、標準装備となった。専用20インチクロームホイール、クロームグリル、ムーンルーフ、内装には、エボニーシェルレザーダッシュボード、エボニーレザーシート、 フリーツドアパネルボルスターを含むプレミアムインテリアが与えられた。二代目では販売面でも大きく成功し、高級 SUV の代表格としての地位を築いた。2006年まで製造された後に三代目へとフルモデルチェンジ。映画マトリックスリローデッドでは黒色のエクストが敵側の車として登場し、主人公達が乗る同社の CTS と共に派手な、 カーチェイスを繰り広げた。三代目エスカレード GMT900 は2007年モデルとして、北米では2006年から販売が開始されている。エンジンは 6.2L の部位があって8気筒、用意されるトランスミッションは 6AT で、フルタイム 4WD 方式を採用する。また、現地でのカスタムシーン、いわゆるダブを意識しているためか、 純正オプションで22インチの体型アルミホイールが選択できる。その反面、オフロードカーとしての走破性能を追求した設計とはなっておらず、イギリスの自動車番組トップギアのプログラムでクロスカントリーを行った際にはタイヤ周辺のハーネスが断裂してしまった。先代に引き続いてロングボディの ESV、ピックアップのエクストがラインアップされる。 さらに2008年にはタホに搭載されたハイブリッドシステムを用いたモデルが登場した。2008年、ショートボディ、ロングボディ、ESV に最上級モデルのプラチナムを設定、導入。エクステリアでは専用フロントバンパー、大型のクローム加色グリル、クローム加色の追加、専用22インチクロームホイール、専用 LED、ヘッドランプ、 米国の大統領専用車と共通、インテリアは専用色、ココア、ライトリネン、専用ココアレザー、各部に、職人の手縫いによるステッチの追加、デュアルヘッドレストモニター、保温保冷カップホルダー、アルミ化色、オリーブクルミザイリムを標準装備とした。また、可変ショックアブソーバー、マグネティックライドコントロールシステムを初設定した。2012年、 リアコンビネーションランプ、リアバンパーエキゾーストフィニッシャーの衣装変更が行われた、スクエアタイプのデュアルエキゾーストとなる。同時に、グレード体系の見直しが図られ、レンカ版のスタンダード、ラグジュアリー、プレミアム、プラチナムの4展開となった。プレミアムには、プラチナムと共通の専用フロントバンパー、大型のブラックアウト加色グリルが与えられた。また、 プラチナムには専用の内装色であるココア、ライトリネンにボニー、エボニーアクセントが追加され、2色展開となった。日本国内では2007年10月より正規輸入が開始され、上実の通り2012年より GM ジャパンの扱いに変更。なお、ESV、X との正規輸入はされていない。 日本での販売価格は955万5000円からとなっていたものが約100万円値下げされるなどしている。4世代目のエスカレードは GM の新型トラックプラットフォームの採用が決定された。北米市場では2015年に発表、販売開始された。2015年2月19日、日本国内で発表され同日受注が開始された。日本市場はプレミアム、 プラチナムの2グレードが導入された。価格は1149万円1249万円。2015年12月8日、一部改良が行われ、アップルカープラが標準装備された。2017年6月13日、一部改良が行われた。トランスミッションが6段 AT から8段 AT に多段化されたほか、走行モードにローレンジが追加された。また、 プレミアムの2列目シートがベンチシートに変更され、乗車定員が7名から8名となった。価格は1260万円1360万円。2018年2月20日、一部改良が行われ、アダプティブクルーズコントロールの前方車両追尾機能と自動減速機能のキャンセルが可能になった。二千十九年一月十六日、一部改良が行われ、 縦を基調にしたデータイムランニングライトが搭載された。価格は、プラチナム7人乗りが1371万6千円。プラチナム8人乗りが1371万6千円。2019年5月28日、特別使用車スポーツエディションが設定され、翌日29日より発売が開始された。7人乗りのみの設定で、 価格は1409万4000円。GM がシボレエコルベットなどに採用している可変ショックアブソーバーである。デルファイと GM が共同開発したシステムであり、ショックアブソーバー内のオイルに磁性反応流体、鉄粒子を分子レベルでオイルに融合させた炭化水素系流体を使用、ショックアブソーバー内に電気を流すことでその粘性を変化させ、 減衰力の連続可変を実現させたもの。ピエゾアクチュエーターなどを使用し、オイルの通過穴の抵抗によって減衰力を調節していた既存の製品と逆の発想で、機械的作動を伴わないため、反応速度は1000分の1秒単位。この反応速度では、レーダーなどで前方の路面状況を察知せずとも、ホイールに大入力が加わる、あるいはボディに、 大きな G がかかってから作動してもミツルに間に合うため、アクティブサスペンション的なリアルタイム制御が可能である。2008年、南フロリダ国際自動車省でハイブリッドを発表、2009年モデルとして、同年に販売が開始された。二輪駆動モデルで74,085ドルから、販売 ESV、エクストには、ハイブリッド未設定。6.0リットルの V 型気筒に、 GM のハイブリッドシステムを組み合わせ、0時速 100km 加速は8.2秒、332馬力である。また、フレックスフューエル使用者もラインナップに加わった。2008年8月には、エスカレードのグレード別販売台数において、ハイブリッドが20%に達した、ハイブリッド庶民のエコカーというイメージを崩し、高級車の付加価値としての引付け役となった。 2009年、ハイブリッドにプラチナムが追加設定された。なお、日本市場には正規輸入されていない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。